今日はストリートスナップについてお話ししたいと思います。どうもこんにちは、 HMJ フォトグラフィーのチョンヒョンミンです。先週僕のストリートスナップ用の装備に関する短い13秒の動画を上げたところ、短い間にすごい視聴数だったので、今週はストリートスナップと僕のストリートスナップ用の装備についてお話ししたいと思います。まずストリートスナップとは何でしょうか。まあたくさんの方がそれぞれの定義を持っているとは思いますが、簡単に言えば街や道端で撮る写真のことです。僕はストリートスナップが大好きです。僕が写真を撮るとき、僕は何かしらのストーリーを伝えたいと思っているのですが、ストリートにはストーリーが溢れています。ストリートには人がいます。ストリートには建物があります。そしてもう一度言いますが、ストリートにはストーリーがあります。特に初心者の方にストリートスナップをおすすめしたいと思います。なぜなら写真を撮る力の向上につながるからです。理由はたくさんありますが、3つに絞ってお話ししたいと思います。1つ目、ストリートは待ってくれません。ストリートスナップはその瞬間を切り取るっていう要素がとても強いので、あなたを待ってくれないんです。常に変わっていくので、何かを見つけたとしても準備をして写真を撮ろうと思った時にはその瞬間がなくなっている可能性があります。ですので素早く写真を撮るトレーニングになります。臨機応変に状況に対応する力がつくんです。一つのコツはあらかじめセッティングをすべてしておくことです。そうすると写真を撮ろうと思った時に光の具合などが少し変わったとしても、ちょっとだけの調整で済むので、時間がとても短く済みます。2つ目、あなたはハンターになります。と言っても猟銃は持たないでください。危ないです。僕が言いたいのは、ストリートでは自分で歩き回って観察して何をどのように撮るか考えなければなりません。そうやって努力をすれば報われます。そして3つ目は、ストリートスナップってセラピー的な効果もあるんです。ストリートスナップって人々の日常の中に何か特別なものを見つけることなんです。その人々の中にはあなた自身も含まれます。ただのつまらない毎日と思うかもしれませんが、ストリートスナップを始めるとその毎日の中に何か特別なものを見つけるようになります。今まで何とも思わなかったことに何かを見出すようになるんです。あなたの毎日はただのつまらない毎日ではありません。特別なんです。僕が外に出るときはこれが基本的な装備です。まずはじめにライカ M6、 これは常に僕の首にかかっていて、いつでも写真を撮れるようになっています。レンズはライカズミクロン 50mmF2 で、まあライカ M マウントレンズの中では割と安めではありますけれども、とてもシャープでいい仕事をしてくれます。そしてこの小さなカバンの中にもう2つカメラが入っています。リコ GR3、 この間これに関する動画も作りましたが、本当に僕が大好きなカメラで、まあもしもっと知りたければぜひその動画もご覧ください。本当にストリートスナップにはもってこいのカメラで、まあライカ Q2 などといったもっと素晴らしいカメラも存在はしますが、それ1台の価格でこれ7台くらい買えちゃいます。そしてもう一つ入っているのがこのリコー GR1 リコー GR3 が大好きすぎて、もうどうしてもオリジナルのフィルムのリコーが欲しくなり、これを買いました。最近もうこれも価格がすっごい上がってきていて、ただ僕はちょっと壊れているリコー GR1 を見つけて本当に安く買いました。そしてその後台湾にあるシャンピンカメラリペアーズというところに修理を出して、もう綺麗にもう治って帰ってきました。まあもし修理に出したい方がいらっしゃれば、下にリンクを貼っておきます。
この3つのカメラの共通点は、まずとても静かだということです。ストリートでスナップを撮っているときは、あまり写真を撮っていることを宣伝したくはないからです。またとてもコンパクトなので邪魔になりません。そして何よりも重要なのが、写真を素早く撮れます。とりあえずライカ M6 はまず電源ボタンそのものがありませんし、リコーのこの2台も電源を入れてから写真を撮れるようになるまでの時間がとても短いので、その瞬間を逃しません。他にこのカバンの中に入っているのは、まずバッテリーです。なぜなら撮影中にバッテリーがなくなるっていう事態だけは避けたいので。そしてフィルム、まあフィルムカメラを使うときはフィルムは必須ですので。そしてこのフォクトレンダー 35mmF2.5、 これはライカでもう少しワイドな写真が撮りたいときのために念のために入れています。まあこのレンズがライカレンズじゃない理由は察してください。あとこのカラーフィルターのケース、これはカラーフィルムを使いたいときのために念のために入れています。このライカではほとんどモノクロフィルムを使うのですが、カラーフィルターがあるとコントラストが強くなります。どうもありがとうございました。ストリートスナップは本当もうどこかすごく特別な場所に行かなくても撮ることができます。本当に簡単に始められるので、ぜひやってみてください。そしてあなたの毎日がどれだけ特別か、ぜひ発見してみてください。いいねとチャンネル登録、そしてシェア、よろしくお願いします。ありがとうございました。それではまた。